ジッタは、サウジアラビア西部のマッカ州にある航海に望む都市で、首都リアドに次ぐ大都市。中東有数の世界都市であり、ジェッタとも呼ばれる。人口は340万人。2010年の都市的地域の人口では317万人であり、世界第106位。同国では第2位である。イスラム教が起こって、近郊のマッカが聖地になると、 巡礼者の中継地点として栄えるようになった。現在では、恥の時期になると、毎年200万人ものイスラム教徒が、ジッタを経由して、真っ赤へ巡礼するため、ジッタ港や空港は巡礼者を乗せた船や飛行機で一杯になる。メッカの玄関口としての歴史地区は、2014年にユネスコの世界遺産リストに登録された。また多くの国際機関や、 金融機関が本拠を置く、経済都市でもあり、多様な民族が働いている。ジッタの古いモンジッタの名の由来には二通りの説明がある。一つは、航海に面する重要な商業校であることから、海岸を意味する名が付けられたというものである。もう一つのより一般的な説は、アラビア語で、おばあさんを意味する、ジャダから転じたというものである。この説の背後には、 ジッタに人類の祖であるイブの墓とされる墳墓があることがある。イブの墓かもしれない墳墓は、巡礼者たちの中にイスラムの伝統を破ってイブの墓にも拝礼する者がいたことが問題となり、1975年に政府の宗教当局によってコンクリートで覆われてしまった。ジッタの場所には2500年前から漁村があった。 最初にこの地に脚光が当たったのは647年、第三大政党カリフのウズマーン・イブン・アフファーンが、ジッタの漁港を、真っ赤への恥に向かう巡礼たちのための港として、整備したことによる。ジッタは、イゴラン世紀にもわたり、ヒジャーツ地方の主要都市として、恥のために海を越えてきた巡礼たちを迎える、港として、エジプトから航海を経て、インド洋に至る。 東西交易路の重要な港湾として栄えてきた。ファーティマーサ、アイユーブアサ、マムルーク朝といったエジプトに拠点を置く政権がヒジャーツ地方及びジッタを支配し、1517年にエジプトを征服したオスマン帝国はポルトガル戦による襲撃からジッタを守るために1525年に城壁や塔の補強を行った。18世紀後半に、 アラビア半島中央部のナジュド地方に、ワッハーブ派を信奉するサウード家に支配された第一次、サウード王国が勃興し、1802年には、ジッタやマッカオも支配下に収めた。これに対しオスマン帝国は、エジプト副王、ムハンマド・アリーに、サウード王国討伐の命令を下し、オスマン・サウジ戦争が起こった。ムハンマド・アリー軍は1813年のジッタの戦いで、 ジッタを奪還し、1818 18年に第一次、サウード王国を滅ぼした。1925年、ナジュドで、サウード家の王国を再興させた、アブドルアジーズイブンサウードがヒジャーズに攻め込み、マッカ、マディーナ、ジッタなどを征服した。そして代々マッカのシャリーフを務めたハーシム家出身で、当時ヒジャーズ王国国王でもあった、フサインイブンアリーを追放した。 フサイン・イブン・ハリーはキプロスに逃れその後アンマンに移り、その子孫は現在までヨルダンの国王,王となっている。こうして、ヒジャーズの一部だったジッタもサウード家の支配下に置かれた。1926年、イブン・サウードはナジドノスルタンという自分の称号に、ヒジャーズ王という称号も加え、1932年にはヒジャーズ・ナジド王国に変えてサウジアラビア王国を建国した。 こうしてヒジャーズは小さな州に分割され、ジッタはマッカ州の中の一都市となり、ヒジャーズの支配拠点という古くからのアラビア半島における政治的役割を失った。ジッタ市街急市街にはかつて伝統的な数階建ての住宅や商家が立ち並んでいたが、近代に入りオイルマネーによる大規模開発で取り壊され、高速道路や 金融機関などの超高層ビルに姿を変えてしまった。しかし若い世代は伝統的なものを好む傾向があり、開発から残された古い建築物の多くは保存されている。街周辺の海岸には名高いプライベートビーチやリゾートが数多くある。ドゥラールアルス、アルレマル、シャムス、ベートアルバハール、サルヒーヤなどが航海の産後礁や海の生き物を楽しめることで有名である。 ジッタは、キングアブドゥルアジーズ国際空港が空の玄関だが、ここは、サウジアラビア航空のハブ空港であると同時に、真っ赤の空の玄関でもある。端の時期になるとこの空港を経由してやってくる200万人以上の巡礼者を円滑に移動させるため、屋外テント型の特別な端ターミナルが使用される。また、ジッタ港にも多くの巡礼が到着する。 ジッタ港は2004年の調査で世界で30番目に大きな港とされ、サウチ商業の鍵ともなっている。日本も含め多くの国がジッタに領事館を置いている。気候は砂漠気候に属するが沿岸部に位置するために年間通して高温多湿である。冬季は温暖で、夏季は湿度が非常に高く蒸し暑く、気温が45度近くまで上がる。 過去最高気温は2010年6月22日の52.0度、過去最低気温は1993年2月10日の9.8度である。サウジアラビア国民の一般的な意見では、ジッタは、聖地マッカへの玄関という歴史的役割にも、かかわらず、サウジの中でも最もリベラルで、コスモポリタン的な都市とされている。ジッタは、この年以上もの間、あらゆる民族、 言語のおびただしい数のムスリム巡礼たちをアフリカ、中央アジア、南アジア、東南アジア、中東、ヨーロッパなど世界中から迎え入れてきた。彼ら巡礼者の中にはこの地に留まり市民となった者も,も多くいる。結果、ジッタはサウジのどの町よりも民族的に多様となり、折衷的な文化を育んでいる。 異なった民族のムスリムが共存しているということは、異なった宗派も共存していることを意味する。多彩な宗派の存在が、ヒジャーズ文化を形成してきたため、ジッタは伝統的にサイに対し、比較的寛容である。こうした伝統的な多様性に加え、第二次世界大戦後の石油ブームによって、数十万人の経済的移民や出稼ぎ労働者が、 ジッタに流入しさらに多様化を加速させている。さらに欧米やタイ、フィリピンなど、ムスリム圏でない国からの国民も多く働いている。1970年代後半から1980年代にかけての石油ブームにより、市政府はジッタの公共空間にパブリックアートを置く計画を精力的に進めた。結果として、ジッタの交差点の真ん中には、 近代美術家や現代美術家による野外彫刻などが異様に多く、世界最大級の野外彫刻美術館と化している。手がけた作家は、無名の作家から世界的な有名作家まで様々で、ジャン・アルプ、セザール、アレクサンダー・カルダー、ヘンリー・ムーア、ジョアン・ミロ、ビクトル・バザルリなども含まれている。また伝統的なアラブ文化を取り上げたものが多い。イスラムの伝統が、生物、 特に人間の形をしたものの描写を禁じているため、作品の多くは趣味の良いものから奇怪なものまで巨大化された自転車や積み上げられたプロペラ機など不思議なものまで様々な抽象的で実験的な美術作品の集まる場所になった。日本の外務省の在外交館として総領事館が設置されており、首都リアドにある在サウジアラビア大使館を除き、サウジアラビアにおける 唯一の在外交換である。また、2006年9月6日より、大阪との間を、サウジアラビア航空の定期直通航空便が運航されたが、9月27日以降は、運休している。1985年に完成したキングファハド噴水。航海からの水を260メートル上空まで吹き上げる、世界一高い噴水実態には大学などの、 高等教育機関が集中し、中でも1967年に開学した、キングアブドゥル・アジーズ大学は有名である。また2009年秋には、石油依存経済からの脱却のための人材育成を目的として、キングアブドゥルラー科学技術大学が開校した。高度な計算機科学や生命工学、環境技術などの研究施設が整い、男女共学での授業が行われ学内では、 女性のベール着用を必須としない措置も取られている。世界遺産としての正式登録名は、ヒストリック・ジェド、ザ・ゲート・ツーマコ、ビル・イーストリック・デ・ジャダ、ラ・ポルテ・デ・ラ・メックである。その日本語訳は資料によって、以下のような違いがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。